中年オタッキーです。先週ねカラオケとかに行った影響でね飲み会があったんですけどね、まだ喉がちょっとね調子悪くてちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、ちょっとご勘弁くださいということで、ネタがね欠乏しておりましてね、特にネタないんですけどもね、まあこのチャンスにフィルムニコンね、フィルムのニコンなんですけど、今すごい値段が上がってると思うんですね。まあいろんな FE とか FE2 とかね、みんなの人気があるカメラっていうのはもう満単位のものが多くなってきてると思うんですよね。で、ニコンのフィルム機は高くて買えないやっていうのは声も結構聞くんですが、それならね、安いやつ買えばいいじゃんっていう、話をね今日はしていこうと思います。タイトルはズバリ、フィルムニコンは AF 機を変えということでやっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今日のねテーマ、フィルムニコンは AF 機を変えて、オートフォーカスのね、カメラね。まあその理由としてはね、安いんですよね。まあだいぶ新しいやつはまあまあの値段しますけど、ちょっと古いやつは安いんですね。人気がないんですね。マニュアルフォーカス機、こんだけ人気があるニコンのカメラ、なんで AF 機は人気がないのかなって。ものすごく不思議なんですよ。なぜかというと、まあ、EOS だったら話別です。キャノンの EOS だったら話は別なんですが、まあ、AF 一眼ね、ニコンの AF 一眼、マニュアルの F マウントのレンズ使えるんですよね。それもかなりフレキシブルに使えます。本当に意味がわかんない。人気がない理由がわからないんですよね。なんかマニュアルフォーカス機とかばっかりね、みんな行っちゃって、オートフォーカス機は人気ないんですね。まあ、一台ずつ上げていきましょうか。まずこれ。超不人気カメラ F501 なんですけど、まあ、以前もね、動画で紹介したカメラになるんですけど、結構いいんですね。オートフォーカスは遅いし合わないんです。本当に遅いしなかなか合わないんですよ。んじゃあマニュアルフォーカスで使えばいいじゃんって話ですよね。まあ、とりあえずやってみましょうかね。あ、ちょっとシャッターオートにしてた。よいしょ。まあ合わないんですよ。全然、こんだけ暗いとね、ほとんど合わないんですけど。でね、まあ、F マウントなんでね、F マウントのマニュアルフォーカスのレンズをつければいいだけの話なんですね。これ 50mm の F1.8 ですけど、よ、ほら、こんなに可愛い見た目になります。でね、ちゃんとね、フォーカスエイドが使えるんだな、これが。まあ、ピントが合わないとこなんで、あ、でも画質うまく出るな。ちゃんとね、フォーカスエイドって言ってね、ピントが合掌したかどうか、前ピンなのか後ピンなのかっていうのをね、矢印と丸印でちゃんと教えてくれるんですよ。で、その気になろうもんならね、音もなるんじゃないか。音はなんねえか。さすがに音はなんねえか。そんなわけでね、でね、これ AI、50mm ですね。AI の 50mmF1.8 なんですけども、この AI 連動ピンね、これですね。これがついてるんで、ちゃんとね、マニュアルフォーカス、この AI ニッコールね、このシリーズで、ちゃんと絞りが連動してね、中央部重点兵器速攻とかになるんですけどね、いろんなカメラ、まあ、今から言っていきますけど、速攻方式にね、ちょっと限定は出てくるんですけど、ちゃんと速攻できて、プログラムモードとかも使えるんですよ。これがね、あるんでね。電子設定も AI ニコールにはないんですけども、ちゃんとね、露出系もちゃんと動きます。で、使えるんですよ。これね、このカメラはっきり言って何百円単位で売ってるんじゃないかな。プログラム使えんのかな。あ、プログラムこれないんか。ちゃんとね、今ちょっと露出が、シャッタースピードが遅くなっちゃってるんですが、あ、出た出た。15分の1、8分の1。
うん、ちゃんと表示されてます。そんなわけでね、普通に露出系使える AI ニコールのね、レンズだとね。で、オートニコールはね、AI 改造してないと使えないんですね。これね、F4 とかだとね、爪が曲がってね、逃げるんですけど、これは爪が曲がらない構造になってるんで、オートニコールは残念ながら使えませんが、AI ニコールは普通に使えるんですよ。これ何が悪いんかな？これ、FE2 とか高くて買えないやって言ってると、F501 買えばいいんじゃないの？で、ファインダー暗いしちっちゃいんですけど、フォーカスエイドがついてるんでね、全然使えます。で、次行きますけど、F801 ね。F801 もね、同じくね、これ、爪ついてるんですね。よいしょ。ちょっと今電池入れてないですけど、ちゃんと使えるんですよ。これね、F801、ファインダーもね、非常にいいです。F90 とね、近いようなファインダー。F90 と厳密に言うと違うんですけど、明るいね、大きいファインダーが乗ってるんでね、これもすごい安いです。もうね、ヤフオクでね、1000円とか1500円とかでね、ゴロゴロ転がってると思うんですね。これに AI シリーズのレンズを組み合わせればいいと思いますね。AI ニコールね。このカメラもやはりね、AI 連動ピン。これね。これはオートロックオールには使えないものになります。動かないんでね。オートロックオールを使えると、つけると、これが多分折れてしまうんじゃないかな。壊れてしまうと思います。そんなわけで、AI リコール以降しか使えないんですが、十分使えます。ちょっと見た目はね、このレンズ、パンケーキレンズなんで、ちょっとアンバランスになりますけど、こんな感じでね。いいと思いますね。で、4386、AI、ズームニッコール4386の2型か、AI 化したやつとかも使えますしね、全然いいと思います。で、3台目いきますよ。よいしょ。はい、これはね、前回とかちょっと前にも紹介した F90X ですけども、まあ、これも同じくです。よいしょ。やはり連動ピンが使える。ね。AI 連動の爪がついてるんです。これね、マルチパターン速攻のカメラになるんですが、AI ニコールの時はね、中央部重点平均速攻になってしまうんですけども、まあでも、古いね、マニュアルフォーカス専用のニコンの一眼レフはだいたい中央部重点平均速攻なんで、何か問題ありますかっていうことで、ファインダーはね、非常に、大きくて明るいです。で、立体感も非常にあります。F801 よりね、一段いいものになりますよね。でね、AF レンズもちゃんと使えるんですね、これがね。だから、安い、AF ニコールだとね、すごく値段が安いんですけども、それを使えばいいだけの話で、AI レンズももちろん使えるんですけど、AI ニコールのレンズを使えばいい。何かね、不満があるのかなっていうね。このカメラ F90X もね、前回見ましたけど、1000円とか1500円とかでゴロゴロ転がってるんですね。本当に安いんですよ。で、最後に来ますけど、よいしょ。これは F4 ですけどね。F4 はさすがに高いです。F4 さすがに高いんですけどね。F4 はね、このね、連動爪が、しまった。メガネかけてね。この AI 連動ピンがね、折れるんですね。よっ。うん。折れるんですよ。で、これを折ることで、オートニコールね、古い、ニコン F とか F2 の初期の時代のレンズが使えるようになるというね。うん。もうこれね、撮影モードは限定されますが、これ F マウントのレンズはおそらく全部使えるんじゃないかな。使えない F マウントのレンズってないんじゃないかな。すべてのレンズを使えるニコンのカメラって、ちゃんとね、露出系とかが、まあ動いて、一定な、割合で動いてね、使えるって、F4 と DF ぐらいしかないんじゃないですか。そんだけでもうね、F4 はニコン最強のフィルムカメラだと思います。うん。まあ、そんなニコン F4 はね、さすがに高いんですけど、まあ、それ知ってる人が多分多いんで、ね、高いことは高いんですけど、選ぶ価値があります。で、今回ね、紹介した4つのカメラには共通点がございます。それは、単三電池なんですね。単三電池で動くんですよ。F601 はね、リチウム電池、に、使い捨てのリチウム電池になってちょっと、高いんですけど、これね、ここを開けて単三電池、F501 はね、
底蓋を完全に外して炭酸電池4本。そんなわけでね、炭酸電池が使えるんですね。コストが安いと。ボタン電池も最近は100均にあるんで、ボタン電池2本とかだったら、まあ安いことは安いんですけど、このね、炭酸電池使用機だとね、まあ僕今この、こっちや、F4 か。F4 にはね、ダイソーのね、充電式の電池が入ってます。よっ。こんな感じで、これダイソーの充電式電池なんですけど、ダイソーの充電式電池で動くんですね。これ1本税込み110円か。110円で何度でも充電して繰り返し使えます。無限じゃないですけどね、もちろん。そんなわけでね、コストが爆発的に安いんですね。で、炭酸電池なんで切れたらどこでも売ってますし、ボタン電池みたいにね、電池がもしかしたら売ってないかもしれないという心配もありません。そんなわけでね、今日紹介したちょっと4台のカメラ、F501、F801、F90X、で、F4。これ共通点、とにかくフレキシブルに使える。で、F4 は全部、ほぼ全部のレンズが、ニコンのレンズが使えます。ニコールの F マウントのレンズが使えますし、他の3台もね、AI ニコール以降のレンズは全部使えるんじゃないかな。その、絞りのリングがない。一番最近のね、オートフォーカスのニコールだと、撮影モードが限られてくるんですけど、ね、絞りが自動のモード、のやつしか使えないってことにはなるんですが、一応ね、全部使えるということでね、これ何が悪いのかって、なんでこんなに人気ないんですかね。本当に不思議でしょうがない。謎ですよね。ニコンが高くて買えないっていう方、ね、ぜひ、使ってみてはいかがかな、と思うのは僕だけでしょうか。で、そんなわけでね、で、ちょっと言いますけど、ニコン F4 なんですけど、まあ、カメラのこと詳しい人なら知ってるんですけどもね、この F4 っていうのは現役の時にね、販売面で EOS-1 にコテンパンにやられたカメラなんですね。全然もう水を開けられて、性能的にね、確かにオートフォーカス遅いです。オートフォーカス遅いんですけど、最近ね、僕が一番使ってるカメラ、実は F4 なんですよ。一番このカメラ使ってます。この間もモノクロ一本撮り切りましたし、現像に一本リバーサル出して、まだ撮りに行ってないのもあるんで、2本連続で使ったんですけどね。なんでだろうね、無意識にこれニコン F4 をよく使ってるんですね。まあ、多分、使ってて楽しいかなんか、だとは思うんです。無意識に使ってるんで。カメラってね、やっぱね、スペックだけじゃないんですね。そんなわけで、まあ、ピントが合わなくてイライラすることもあることはあるんですけど、好んで使ってます、F4。F4 断然、おすすめなんですけど、壊れやすいカメラであることは間違いないんですが、まあ、その辺も言えてね、特にね、まあ、F90X が F801、この辺はね、本当に安いんでね、F501 も安いけど、使い勝手の意味ではこのね、2台に軍配が上がるかなとは思いますね。オートフォーカスが早いんでね、AF ニッコールを、使用した時のオートフォーカスの、快適度が高いこの2台はすごくおすすめですし、もうオートフォーカス使わないやっていう人はもう全然これでいいと思います。F501、デザインもいいですしね。これね、AF カメラとしては珍しくこのね、巻き上げハンドルがついてます。これと F4 の巻き上げハンドルついてますね。F4 はね、巻き上げは電動でもできるし、手動でもできるんですね。でね、このシャッターダイヤルね、シャッタースピードダイヤルがついてたりとかね、ちょっとね、クラシカルなイメージもありますし、F501 もね、もう見た目的には全然こう古めかしいニコンのね、見た目が好きっていう人は全然 F501 もありだと思うんですよね。いちいち高いカメラ買う必要ないんです。安いの買えばいいんですよ。そんなわけでね、今日はね、フィルムニコンは AF 機を買えというね、特集をやってみました。まあね、ちょっと異論がある方はいるとは思うんですが、全然いいと思うんですけどね。まだニコンのカメラはね、持ってない方、特に、ちょっと安いやつから始めよう。ボディを安上がりにしてレンズにお金を回そうとか、そんな感じのね、考え方で使えばいいんだと思います。最近ね、フィルムニコンどんどん値上がり、してるんですが、まあ、ニコンに限らずね、他のメーカーのカメラも値上がりしてますけどね、フィルムカメラがブームになっちゃったってことでね、誰がブーム作ったんですね、こんなのね。俺俺の力は多分関係ないと思うんだけど、ね、そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、
佐藤ショコラさん、これ初投稿になりますね、初投稿になります。佐藤ショコラです。お題はシンメトリーでお願いします。 NHK の放送中の朝ドラに出てくる気仙沼の島にかかる橋を撮影しました。カメラはニコン FE、 今日話してたカメラですね、ニコン 28mmF2.8 絞り有線 F8 で撮影。この絵が撮りたくて観光客のいない時間を狙って、息子に後ろから来る車を見てもらって135mm で撮影。 28mm がイメージ通りだったのでこの写真を投稿します。よろしくお願いしますということですね。で作品なんですけどね、これね、この手の写真はねよくあるんです。確かによくあるんです、左右対称のね、なんですが、雲一つないんですよね。これすごくないですか。ね、たまたまなんですかね、それともちゃんと狙っていったのかな。本当に超快晴、これはすごいと思いますね。もう一つ広角でも面白かった、24ミリぐらいでももしかしたら面白かったかもしれませんね。はい、佐藤ショコラさんありがとうございます。次はね、奈良崎野さんですね、やっと作品投稿です。タイトルはバンクシーとカプチーノです。塩カメラ、マミヤ唯一のハーフカメラ、マイラピッド。レンズは富岡広角、マミヤトミノン 32mmF1.7。開放30分の1。多分、カッコ笑いということですが。富士のスーパー400の2008年期限切れフィルムですが、感動値はあっても人工光の下では落ち着いた色が出てくれます。俺のカメラにもまた投稿させていただきます。ではよろしくお願いします。という作品なんですけどね。これね、ものすごいとろけるようなボケ。いや、これね、ほんで、ピークの解像度の高さ。さすが富岡のレンズというところですね。32mmF2.8 ということで、もしかしたらこいつと同じレンズ。これヤシカハーフなんですけどね。ヤシノン、3.2cmF1.7 とスペックは同じだと思います。もしかしたらこのレンズと同じレンズなのかもしれませんね。このね、ヤシカハーフ17もね、ものすごくいい絵が出ますね。はい、奈良崎野さんありがとうございます。次はね、1都市級さんから2枚ですね。1枚目のタイトルはソフトコスモス、2枚目がクロス街並みということですね。1枚目はね、ニコン F2 フォトミック、オート 50mmF1.4、イルフォード XP2 スーパーですね、400。で、2枚目がね、同じくですね、50mmF1.4、フィルムも同じなんですが、オートニッコール 50mmF2 ということです。どちらもオートニッコール 50mmF2。ただね、フィルターがついてるんですね。1枚目はソフトフィルター、2枚目はクロスフィルターのようです。で、ソフトコスモスと、クロス街並みということなんですけどね、写真いきますよ。1枚目なんですが、まあ、クロスフィルターのね、効果はそこまでは出てないですが、まあ、やや、ソフトフィルターね。ソフトフィルターの効果はそこまで出てないですが、まあ、ややソフトになっているということで、雰囲気のある写真になっているんですが、残念ながらね、ピントがちょっと前ピンなんですね。これはちょっと惜しかったかな。で、2枚目がね、これ強烈に面白いですね。クロスフィルターって普通ね、夜の写真とかよく撮るんですが、これ昼間に撮ってるんですけどね、クロスに光ってるのは1個だけなんですね。これ、車の窓ガラスがね、よく見ると周りもちょこちょこって光ってってますが、周り、メインでね光ってるのがほとんど1個だけ、ということで、これ本当非常に面白い作品になっておりますね。はい、またね違う面白さをちょっと探すっていうのもありかもしれませんね。一都市区さんありがとうございます。で、一都市区さんね、ちょっとね、飛び抜かしてましてね、ずいぶんね、投稿紹介してませんでした。本当に申し訳ありませんでした。で、次がね、龍介さんから2枚ですね。中年おたきさん、こんにちは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。今回は作品投稿させていただきます。作品2枚です。1枚目のタイトルは、隙間を見上げる。カメラニコン FI レベル。レンズオートニッコール 50mmF1.4。フィルムは富士フィルムネオパンアクロス 100-2 です。2枚目は、お昼の休憩場所。カメラはオリンパスペン EE2。フィルムはコダックウルトラマックス400です。何卒よろしくお願いします。これからも動画を楽しみにしてます。ということですね。で、作品なんですけど、1枚目、これが素晴らしい作品。
これね、夕暮れか朝方か分かんないですけど、太陽のね、光がビルに反射して、その反射光が相手のビルに反射してるんですね。で、これをモノクロで撮ったということで、非常に印象的な光になってますね。この写真、タイトル画面にさせていただこうと思います。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、ちょっと寂しい、ベンチとね、これ柳かな、雰囲気なんですけどもね、これ、向こうの方に見えるのは、これは、堺でゴールドタワーかな、福岡タワーかな、どっちだっけタワーいっぱい見つけてどれかわかんない。堺でゴールドタワーじゃないかな、うん、香川のね、多分そうだと思いますが、非常にね、構図もいいし、バランスも取れて、狙った通りの作品になってると思いますね。龍介さん、なかなかの腕前だと思います。はい、投稿ありがとうございます。次は侍ジャパンさんから2枚ですね。お疲れ様です。もうこっちは峠で雪混じりの雨が出るほど気温が下がっています。寒い季節が一番嫌いです。ということで、夏の間の写真の撮りだめトークを続きますということですね。1枚目、夏の失脚のダム湖かな、これ。オリンパス3号 RC、ローライレトロ80ですね。2枚目も同じカメラ、同じフィルムで、タイトルは昼休みの北運河ということですね。で、作品なんですけどもね、これね、遠近感を利用した写真ですがね、上にね、ゴーストがドンと出てる。これね、絞りがね、ひし形に絞るんでね、ひし形のゴーストがドンと出てるのがちょっと面白い写真になってますね。遠近感も、感じられて非常にいい感じだと思います。で、2枚目がこれがいいですね。非常にね、クラシカルな雰囲気と、イカ釣り漁船のね、ランプ、非常にね、雰囲気のある、街並みっていうかね、これはまあ、港なんですけどもね、雰囲気のある写真になってると思います。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。これで、1、2、3、4、5と、いうことで、今日5名か。1、2、3、4、5ですね。はい、投稿ありがとうございます。でね、作品投稿のコーナーちょっと落ち着きつつあるので、またね、作品がある方、で、特にね、最近、自粛が明けてきたんで、また写真撮ってきたよっていう方ね、どんどん写真投稿の方、よろしくお願いします。はい、この次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、佐賀 B28 名古屋さんの俺のカメラですね。俺のカメラコーナーに投稿します。中年オタッキー殿、お疲れ様です。今回は以前も紹介いただきました自分の古い愛機キャノン F1 前期型、ベランダに斜めの光が入る季節となり新たに撮影しましたので投稿します。この F1 所有するカメラの中で、ね、最も長く使っているカメラになります。最後に受けた全整備から25年ほど経過しますので、整備に出したいのですが、不調もない状態での3万円ほどの出費は重くてなかなか、踏み切れないですね。装着している、パワーワインダー F は過去に2度勝手に暴走、沈黙する等の故障をしています。1970年代製の回路で見られる典型的な故障原因で、サイリスト1本を含むトランジスタを現行品に交換することで解決。以来巻き上げ会長です。撮影はデジタルカメラ、ペンタックス K5、SMC ペンタックス 55mmF1.8、絞り8、シャッタースピード500分の1秒、ISO 200ということですね。でね、作品なんですけどね、1枚目からいきますが、これ惜しい、もうちょっと大胆に切ってもよかったかもしれません。僕だったらそうしますね。光はまず、だと思いますね。このね、角の剥げ具合がね、いい感じになってますね。で、2枚目は前景ですが、こちらはね、いい光、根っこまでね、光が当たる感じでいい感じになっておりますね。でね、この1枚目なんですけどね、もうちょっとね、トリミングするとね、もうね、カメラがちょっとはみ出すぐらいまでトリミングするとね、印象的な写真になると思うんです。こんな感じね。そんなわけでね、ちょっとこれタイトル画面に使わせていただこうと思います。はい、佐賀 B28、直江さん、ありがとうございます。今日はね、やったやっちまったのコーナーの投稿はございませんので、お休みとなります。今日の動画いかがだったでしょうか。フィルムカメラね、どんどん値上がりしていってるっていうかね、その初期費用が安いからフィルムカメラが流行り出したのに、高くなったら意味ねえぞっていう話なんですよね。またしぼんでいっちゃうということで、今日はね、安く買えるニコンの、MF レンズも使えると、いうことでね、ちょっと思いつきまして、F カメラ
メラをね4台ほど紹介していきました。これねなかなかねいい、考えだと思うんですけどどうですかね。まあわざわざね高いものを買う必要はないんで安いもので使えるもの、でねもうで炭酸電池も使えてねコストも安いですね。どんどんこの活動は、進めていこうと思います。まあ、前回ねニコン F90X を使ったのも実はそのあたりだったりするんだな。はい、そんなわけで今日の動画を終わっていきます。いかがだったでしょうか。来週の動画なんですけど。どっちになっていくかな。 F4 で2本取り上がってるんですよ。1本は、ベルビア100、レンズがね、ツアイスのね、なんだっけ、忘れちゃった。ベンタゴン6のね、レンズなんですけどね。それともう1本はね、この AF のね、空気レンズを使って、モノクロのね、ローライの、ポール&、なんだっけ、レイノルド、ポール&レイ、これね、このフィルムで撮影した、2本取り上がってるんで、そのどちらかになっていくと思います。はい、今日の動画、ここまでになっていきます。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお願いしますね。チャンネル登録ね、3割ぐらいの方がね、まだチャンネル登録されてないと、僕の動画を見てるからね。でね、ぜひね、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録5000名到達の時には、ニコンじゃねえや、キャノン A1 をプレゼントしていきますので、1台ですけど、視聴者プレゼントということでやりますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。高評価の方はね、ポチッと押すだけなんで、お願いしますね。で、コメントの方頑張って返しておりますが、なかなか追いつけません。頑張って全部返していくつもりでいますので、何か感じたことありましたら、ぜひぜひコメントお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ、ここまでですね。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さよなら。